それではですね、昨日ちょっとね、サボってしまったツケを取り返すつもりで、第5章の方に進んでいきたいと思います。第5章のタイトルは、取引条件1、品質条件、数量条件、価格条件等となっていて、込み出しが6個で構成されています。取引条件の中で、項目別に説明していくということですかね。それでは早速読み上げていきます。まず、大見出し1、契約当事者、市場調査、マーケティング、取引先の選定、信用調査を完了して取引関係を設立すれば、いよいよ実際の貿易契約を結び売買を行うことになります。その時に売買契約の具体的な内容を明確にするのが取引条件であります。で、ここではまずその取引条件のうち、契約当事者についての条件を見ていくことにします。1、本人と代理人。まず契約の当事者が本人であるか代理人であるかの違いがあります。で、本人は自己の名と計算で取引をし、これによりリスクを負担するものを言い、代理人は単に手数料だけを取って買い手または売り手の代理をするもので、実質上の責任を問われない。仲介ってことですよね。で、いずれの場合にもその責任の範囲、権限、義務、手数料について本人として自己が全責任を負担するのか、あるいは代理人として手数料収入の範囲の責任しか取らないのか、その資格を明確にし、その業務の範囲と責任を明記しなければならない。さっき手数料だけ取って他の責任は負わないって書いてあったけど、そういうわけではなくって、本人と代理人との契約でいろんな、パターンがあるってことですね。で、その2、代理店との取引。海外市場における販路開拓拡大を行うためには、その市場に支店または出張所を設けて行うことが望ましい場合があります。しかし、海外に支店または出張所を設置するためには、事務所開設費や同管理運営費、人件費、営業活動費など相当額の経費が必要なので、それ以上の取引が見込めなければ採算が取れません。そこで、その市場の有効な商社や販売会社に自社の代理権を与えて、海外の支店または出張所で行う行為を契約によって代理してもらうということがあります。で、また、そうした代理店に営業活動を行わせるための委任先、そうした営業活動を行わせるための委任先を代理店と言います。代理店契約では、契約当事者は本人、対代理人の関係であり、お店であっても代理人って呼ぶってことですね。代理人である代理店は本人に代わって第三者との契約、その他の法律行為及び商行為を代行して行うという権限を与えられます。したがって、代理店の商行為はすべて代理人として行うものでありますので、商行為の結果生ずる利潤または損失は本人に帰属します。そして、代理人は代理行為に対して本人との契約に基づき一定のコミッションを受け取ります。仲介手数料ですね、が報酬です。この代理店契約に基づいて行われる現実の売買取引は、本人である輸出者と輸入国でのエンドユーザーとの契約になります。そうなんですね。そうだよね。このため、取引商品は直接本人から取引相手に送付されて、代金決済もまた直接決済されることもあります。こともあるっていうのがまた重要ですよね。そうじゃない場合もあるんだっていう。でも、深く考えずに次行きましょう。また、代理店に一定の地域内での一種販売権か、一つの手と書いて一種販売権を与えた場合の代理店を、総代理店、ソウルエージェント、エクスクルーシブエージェントと言います。一定の地域内で、これは何のためなんですかね。代理店である場合には、相手方は代理人としての責任しか取らないので、契約時に相手の立場をよく見極めて、責任の範囲や義務や手数料などについて契約書で明確に定めておく必要があります。で、次、販売店との取引。製造業者などが海外市場の販売業者や輸入業者と販売店契約を締結する場合は、その製造業者等と販売店、
の契約書中の関係は製造業者がベンダー、売り主で、販売店がベンディー、買い主であると明記されており、本人対本人の契約になります。したがって自社がこれらの販売店に輸出する契約をする場合、あるいは自社が販売店となって輸入する場合には、契約当事者はすべて本人となるので、販売店の在庫や輸入地での販売価格はすべて販売店の責任となります。この場合にも契約に際して責任の範囲や権限、義務などについては明確に定めておかなければなりません。で、販売店にも代理店の場合と同様に、輸入業者に一種輸入権、あるいは輸入国内一種販売権を与える場合があり、このような取引を一種販売権かっこ独占権付き取引と言います。これ最近ちょっとブームですよね。はい。で、このような取引上の独占権を与えられた業者は、一般に特約輸入店、あるいは総輸入元、ソウルディストリビューター、エクスクルーシブディストリビューターと言います。総輸入元括弧販売店と括弧に代理店の総代理店とはよく混同されますが、一種販売権という特権を与えられているのでは共通しているものの、総輸入元は、契約上は輸出者と本人対本人の関係なので、代理人が受ける販売価格等に関する制約は受けません。したがって国内販売から生じた利益はすべて自己に帰属しますけれども、反対に損失を被った場合もすべて自己で責任を負わなければならないという違いがあります。続きまして、大見出しに品質条件。品質は商品の最も重要な取引の条件であり、品質が契約通りでないとクレーム、賠償請求に発展することになってしまいます。離れた国との商取引において、品質をどのように規定して明示していくのかについて、いくつかの方法を見ていきましょう。まず1番目が品質決定の方法。A が見本売買。B が標準品売買。C が銘柄売買。D、仕様書売買。E、企画売買となってます。で、まず A の見本売買が、英語ですとセールバイサンプルです。売った側または買った側が、売る側または買う側が契約商品の見本を示して品質を規定する方法で、この時使用される見本のことを品質見本、クオリティサンプルと言います。見本売買は主に製品や加工品の貿易取引に利用されています。見本売買においては、見本と実際の取引商品とが品質や形状、性能などについて一致していることが重要でありますが、実際には貿易クレームの約 80% は品質クレームで占められています。したがって試作品を作って提示するよう、売り手に求めることもあります。このような試作品の見本のことを反対見本、カウンターサンプルと言います。カウンターっていうのは、要は向こうに対してなんか不満があるときに提示するんですね。で、次 B 標準品売買、セールバイスタンダードクオリティ、農産物や林産物、水産物、あるいは畜産物などの品質は見本と現物との正確な位置が難しいです。自然物なんでね。そこで標準品を示して、それとの品質のズレを価格によって調整するという方法が用いられます。標準品売買には次の品質条件があります。1、平均中等品質条件 FAQ、 フェアアベレージクオリティタームス、農産物などを収穫する前に売買する場合に中等品質を規定する、要するに平均的な品質のものですね。それをちょっと下回るものもあれば上回るものもあるけど、平均してこのクオリティでいきますよっていうものですね。で、丸2が適正品質条件 GMQ、 グッドマーチャンタブルクオリティタームス、良老品、なんか量で取れたもの、木材などを売買するに足る適切な品質を備えていることを言う、
これは多分最低限このラインですよっていう意味ですね。で、契約通りの適正な品質を備えていることの証明は、公的な品質検査機関の品質検査証明書サーティフィケートオブクオリティインスペクションなどによって行います。第三者機関がやっぱり品質を保証するわけですね。で、提出すべき積載書類の一つとして契約書や信用状で要求されることがあります。で、その次、銘柄売買、セールバイトレードマークオアブランド、トレードマークやブランドが世界的に知られている場合は、その品質は優れているだけではなくて安定していると考えられますので、それらのトレードマークやブランドが品質条件を示すという役割を果たしています。なので、トレードマークやブランドを指定し、その商品を売買する方法です。続きまして、 D、 仕様書売買、セールバイスペシフィケーションズ、機械器具や化学品などの工業品の場合は、材料や性質、成分、性能、耐久性、構造などの詳細なデータを数字によって明示した仕様書を作成して、これに図面や写真などを添付して取引する商品の品質を明らかにします。まあ、実際作ってね、それ大きいの運んでて、はいこれ見てくださいって言っても大変だしね、お金かかるし、そういう場合は、まあ、データとか仕様書とか、まあ、図面や写真などで工業製品はやり取りできると、あと化学製品もできるということですね。で、最後 E ですね、規格売買、セールバイグレードオアタイプ、規格が決められている商品の場合は、その規格を品質条件とすることができる。これはよく見ますよね。 ISO、国際標準化機構 ISO、 インターナショナルオーガニゼーションフォースタンダーリゼーションの定めた ISO 規格や、日本工業規格 JIS、 その他日本農林規格 JAS があります。括弧に、品質決定時点、商品によっては海上輸送中に品質が変わってしまったり劣化するものがあります。まあ、生物とかね、化学品もそうでしょうね。そこで品質に関する最終決定を戦績時点にするか、それとも陸揚げ時点にするかを明確に決めておく必要があります。前者を戦績品質条件、シップドクオリティタームスで、後者を陸揚げ品質条件、ランデッドクオリティタームスという、積載品質条件の場合には、輸入者には積載時に本当に契約通りの品質が守られていたのかが判断ができないんです。そのため公的検査機関の検査を受けて、品質についての検査証明書インスペクションサーティフィケートを添付するよう、輸入者は輸出者に義務付ける。義務なんですね、これね。で、その次のページに、品質検査証明書という第三者機関が発行する、書類の見本がプリントされています。続きまして、大見出し第3番、数量条件。ちょっと挟みますけど、第5章結構ボリュームがあって、読むのがきつくなってきました。ちょっと頑張っていきますが、噛んでしまうと思います。数量条件、取引に用いる数量や重量は商品や業界によってその単位が異なることが多い。また数量をめぐるクレームは貿易クレームの中で比較的多いので、取引条件として数量を決める場合はどの単位を使用するのかというのを明確にする必要があるんですね。で、まず数量単位の表し方は、契約条件の数量はその商品の国際取引で通常使われている単位に基づいて表さなければいけません。国際的に決められているんですね。で、この時個数による単位なのか、それとも重量や容積や長さや包装による単位なのかっていうのは、売る方と買う方が共通の理解に基づいて交渉を進めなければなりません。で、数量単位ユニットの表し方の例というのが下に書いてあって、重量ウェイトだと、メトリックトン、キロトン、M/T、キログラム、キログラムパウンド、LB
容積メジャーメントキュービックメーター K キュービックフィート CFT バレル、個数プライスピース PC イーチ EA ダズン DZ グロス台セットツイペア、包装単位パッケージはバッグ袋、グラムは、ドラム缶あドラムドラム缶、あとはケースベールバーレカートンそして長さはレングスメーター M やヤードメートルやヤード YD、フィート FT 面積スクエアフィートを SFT などと表します。で、次に重量トンと容積トンっていうのがあって、重量トンは、次の種類があって、同じ単位でも重さが異なるので注意が必要です。メートルトンっていうのはフランスのトンのことです。で、重トンっていうのがイギリスのトンです。で、ケートンっていうのがアメリカのトンです。で、容積トンは、1重量わーなんだろうこれ M スラッシュ T でいいのかなこれ 1M スラッシュ T イコール1立方メートルで計算する場合と40立方フィートを 1M スラッシュ T で計算する場合とがありで現在の定期船の運賃では 1M スラッシュ T イコール1立方メートルを採用しています、立方メートルは M と表記し M3 と呼んでますうーん、次数量決定時点契約取引契約上の数量と引き渡し時点での数量が一致していることが求められます。しかし輸送に時間かかる海上輸送などの場合は輸送途上で数量が欠減することも考えられる。例えばアルコールが蒸発したりとか砂が擦れ合って摩滅したりなど。このため同じ数量でも船籍時の数量なのか陸揚げ時の数量なのかを明確にしておく必要がある。で、船籍数量条件のこと、まあ、要するに積み込む段階での量のことをシップドウェイトタームスで陸揚げついた時点のことをランデッドウェイトタームスというで次数量過不足容認条件、鉱産物鉄鋼とかの鉱ですねや穀物のようなバルクカーゴ、バラニでは輸送中に過不足の生じる危険があり契約数量通りの貨物の受け渡しが困難なので契約の際にはある一定の範囲の過不足を認めている。この場合には数量過不足容認条件 more or less terms として例えば 5% more or less at the sellers または buyers option 5% 以内の過不足は売り手または買い手の任意のように契約条項を付け加えると。でその次にその重量容積証明書っていう書類の、見本が載っています。で続きまして大見出しの4番価格条件、価格を決定する場合の要件として商品代金以外にも輸送費や保険料や関税などの費用を含めるのかを示した貿易条件、また価格の立て方や決済通貨の選択という3つの側面から見ていくことができます。でそのうちの1番の貿易条件については次の章で、詳しく見るので、ここでは ② と ③、つまり価格の立て方と決済通貨の選択について説明していきます。で価格の立て方ですけれども価格を決めるためにまず基本となる原価を、と言われるものがありそれに実際かかるいろんな費用を足したり引いたりして価格を決めていきます。でこれを立て値と言います。で、価格決定の構造というのは、基本原価に初掛け輸出入のために利用した多くの関係業者の費用や、営業経費など
と、自分の利益を足したものが販売価格となります。で、次に輸出入諸掛けの主な項目としては、輸出入取引にあたっては多くの業者を利用することになるが、この時にかかった費用を諸掛かりという、諸掛かりでした、ありがとうございます。諸掛かりという、輸出入それぞれの諸掛かりには次のようなものがある。表がありまして、輸出入取引の諸掛かり、輸出諸掛かり、輸入諸掛かり、例えば輸出する場合だと、輸出包装費、引き取り国内運賃、検査料、倉庫料、通関、船籍費用、ここまでかな、とか国際輸送費、海上保険料ですかね。で、輸入諸掛かりの場合は、引き取り国内運賃、倉庫料、検査料、通関、船籍費用、国内で輸入してもまた船籍費用かかるんですか。で、輸入関税、国際輸送費、海上保険と。で、ちょっと3文字で略称があるんですけど、これはまた別の章で触れるみたいなので、ちょっと、それは置いておこうと思います。はい。で、次、取引通貨ですね。通貨を決める場合は、自国通貨と、相手国通貨と第三国通貨のいずれかで決めることになります。で、ある国の通貨を他国の通貨に変える場合は、外国為替相場が発生することになって、為替変動制の下では、決済する通貨によっては為替差損益が発生することに注意が必要です。決済通貨を決める場合、通常多く使われるのは基軸通貨である米ドルです。で、外国通貨を決済通貨に使用した場合には、為替変動リスクを回避する手段、例えば為替予約などを考えなければなりません。2章か3章ぐらいに確かあったと思うんですけど、為替予約って言って、もうそのあらかじめこのレートでって先に決めて、おくんですよね。ただその後にもし自分に不利になったとしても、その時のレートでもう契約してしまっているので、後で変えられないっていうのが確かデメリットだったはずです。そうしましたらね、休憩を挟んだんで、今ですね9月21日土曜日、日付またいで、0時25分です。それではですね、4章の大見出し5番の方から、続き読み上げたいと思います。貨物の受け渡し条件貿易取引における受け渡し条件とは、具体的には貨物の受け渡し場所や時期や方法のことを指します。で、まず、受け渡しの場所。貿易条件で決められた、例えば FOB 横浜あるいは FCA ロサンゼルスのように、インコタームズのルールに従って記載された場所が受け渡し場所となります。次に受け渡し方法。貿易取引では、第三者である運送人、キャリアを荷受け人、通常は輸入者の受託者として貨物を引き渡す間接引き渡しが原則であります。C、受け渡しの時期。日常使われる受け渡しの時期とは、物品を相手方に届ける納期のことを言うが、貿易実務における貨物の受け渡しの時期、タイムオブデリバリーは、貨物を買い主の管理下に置く期限のことを意味し、インコタームズの危険負担の移転時期のことを言う。これはね、次の第6章に出てくるらしいので、今ちょっと分からなくてもしょうがないかもしれません。FOB、CFR、CIF のような積地条件の場合には、タイムオブデリバリーはタイムオブシップメント、船籍期限と一致するが、DAP、DAT、DDP のような上げ地条件の場合には、タイムオブシップメントはタイムオブデリバリーより早い。したがって厳密には受け渡しの時期とは別に船籍期限が定められる。船籍期限とは、輸出港で貨物を船積みする最終期限のことであるが、売り主としては貨物の調達時期や船便のスケジュール等を勘案して決定することになる。
し、高知、しむけ地かな。せき、せきこ、つみ、せきこ、あげこを、条件として決めるのはもちろんのこと、途中複数の輸送形態を利用して輸送する場合には、最終、しむけ地も条件として明記する。分割船積みの可否。1契約の商品について複数回に分けて船積みすることを分割船積みというバーティカルシップメンツ。それが許容されるかどうかを条件として明記する。貨物の積み替えの可否。商品を輸送途中で他の船あるいは航空機に積み替えることについて許容するかどうかを明記する。国際複合輸送が予定される場合は積み替えをカットしておく必要がある、次がキーワードとして国際複合輸送の説明があります。で地図があるんですけど、例えば、2つ以上の異なった輸送手段を利用しながら輸送責任を1人の、複合運送人が引き受けるもので、この運送手段の組み合わせはいろいろ考えられる。例えば船、鉄道、トラック輸送、飛行機、その他ですね。代表的なルートだと、アメリカンランドブリッジ、北米西海岸を経由し、日本と欧州航路を結ぶ。ミニランドブリッジは、北米西海岸を経由して、日本と北米東海岸やメキシコ湾岸を結ぶ。シベリアランドブリッジ、シベリア鉄道を利用して、日本と欧州、中東を結ぶ。インテリアポイント、インターモダル。北米西海岸を経由して、日本と北米内陸部を結ぶ。まあ、手段としては、船、鉄道、トラック、飛行機、その他って感じですね。はい。で、大見出し6番。これが4章の最後です。トラブルへの対処条件。で、契約を締結しても、様々な理由によりその契約が予定通りうまく履行されないことが起こり得ます。ここではそのような事態に備えるために契約の時点でどのように対処していけばいいのかについて見ていきます。まず契約違反と不可抗力。契約違反とは一方の契約者が契約通りに義務を履行しないことを言います。で、契約違反の最たるものは代金の不払いである。一方の契約者に契約違反があった場合には、被害を受けた側に損害賠償請求権を認めたり、場合によっては契約の解除権を認めることを契約書上で明確にする。また、売り手の数量や品質の違反に関しては、買い手を救済するために、商品を受け取ってから一定期間内にクレーム通知、かっこ損害賠償請求を出すことを契約書に条件として明記します。次に不可抗力とは、契約者のいずれにも責任がない理由で契約を実行に移すことができないということを言います。不可抗力の場合についてはまずどのような事態が不可抗力なのかを契約書上で規定します。これはもう未知のトラブルなのにもかかわらずあらかじめ記載しなくちゃいけないんですね。次に、その不可抗力の事態が発生した場合に売り手や買い手に与えられる面積内容を条件として取り決めます。次にキーワードとして面積という言葉の説明があります。面積とは本来負わなければならない責任を問われずに許されることを言います。ここでは売り手買い手にとって本来は果たさなければならない義務をやむを得ない事情、かっこ不可抗力のために免除したり一定期間その履行に猶予を与えることを言います。で、この時どのような時に免責になるのかを契約書の中で明確にしていくことになります。で、次、紛争の解決。売買契約の不履行や解釈の相違によって紛争が生じるということもあります。その場合の解決方法を契約書の中で規定しておきます。両当事者が和解できなかった場合、その後の解決方法としては斡旋、調停、仲裁、裁判、括弧訴訟の4つがあります。なんかこれだったら日本の民法とかなんかそういうの似てますね。で、斡旋とは、第三者が解決のための助言を行ってその判断を当事者に任せるもの
であり、調停は第三者が両当事者に調停案を示すもので、共に当事者がこれらに合意しない限り成立しないため、最終的には、仲裁か裁判ということになります。で、裁判は国をまたがる貿易取引の場合には解決が難しいことが多いので、まあ、それぞれの国で法律違いますからね。仲裁による解決を契約書に規定するのが一般的です。実際は契約書上では仲裁条項、アービトレーションクラウズとして、仲裁地や仲裁期間や仲裁規則を特定して合意しておけばいいと。つまり紛争の解決には斡旋、調停、仲裁、裁判というのがあるけど、国をまたいでると裁判が難しいので、実際は、仲裁が一番多いよということですね。で、もう一回繰り返すと、斡旋っていうのは助言を行って判断は当事者同士に任せると。で、調停は調停案っていうのを出すと。で、ただこれにお互い両者が合意しないと成立しない。で、仲裁っていうのと裁判っていうのが残りあるんだけど、裁判は国をまたぐと難しいので消去法で仲裁っていうのが一般的ですっていうことですね。いつも通りチェック問題は、自分で解いていこうと思います。